はい、竹野ひな選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。最終グループの注目度の高い1番滑走いかがでしたか？もう周りのメンバーがすごいメンバーだったので一番で良かったなって思います。ただその緊張感の中にもご自身の武器であるスピンレベル4を揃えました。いい滑りができたんじゃないでしょうか？そうですね。緊張した中でもしっかり落ち着いて滑ることができたのでまあまあかなって思います。西日本の時の、得点には届きませんでしたけれども、それでも60点近い得点、これについてはいかがですか？わかんないんですけど、多分最初のが回転不足だったと思うので、それが響いたかなって思います。見ている方からツイッターで情感たっぷりでクリーンな演技でしたという応援のコメントが寄せられていますがドラマチックに演じることを今年はすごく心がけてやったので、そういうコメントをもらえてすごい嬉しいです。3年連続の、全日本選手権出場ということで、これまでの2年と、ちょっと違うところ、違うような心持ち、そういったものはあるんでしょうか？2年間と違って後半グループで今年は滑れたので、ちょっと緊張する部分もあるんですけど、すごい選手の中で滑ってたので、すごい楽しくてワクワクしました。確かに最後のスピンで見せるところなど本当に楽しんで滑っているような印象がありましたが、もう本当に会場を味方につけるようなそんな感じでしたね。たくさん拍手とかも聞こえてきたので、自分も早く回らなきゃっていう思いでいつも回ってます。それがスピンの速さにつながったんですそうかもしれないですさあ、明後日はフリーです。フリーに向けての意気込みを一言お願いします。フリーでもしっかり落ち着いて、今日よりもっといい演技をできるように頑張りたいと思います。皆さん期待していると思います。応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。